のダイブを終えて2本目はいよいよブルーホールです。ここはあの入場料が5US ドルかかります、エジプトポンドだと80ポンドですねダハブの今までのエリアから外海にやってきてキャニオンに入りましたけど、衝撃でしたね。
ブルーホールのダイビングを終えました。まさに、ダハブならではのプログラムかなと思います。アドバンスもメインの、まあ、一つのプログラムを終えて残すところあとワンダイブっていう感じです。いやもうここはね特別ですからね。いや本当にここでダイビングを覚えてよかった。贅沢な体験です。本当にありがとうございます。ケンジさんありがとうございます。よしどういたしまして。いや本当にいや自分がまさかやるとは思いませんでしたけどここでよかった。もうただひたすらそれだけです。ブルーホールからでした。ちょっと小高い丘からブルーホールを眺めてみましょう。さていよいよ今日がダイビング最終日です。最後のワンダイブでアドバンスコースを終了いたします。今日はですねアイランドという、そのようなサンゴ礁のいいスポット素晴らしいスポットに潜ることができるということでちょっとね風と波がありそうですけども安全にまた楽しんで、ダイブしていきたいと思います。それでは Here we go!